DeNA 石田健太、今永翔太、戸柱康隆、柴田達弘は FA 権取得した後移籍するか。今年の DeNA は一時は首位を独走、今も首位争いを演じています。三浦大輔監督も就任3年目、三浦イズムが徐々に浸透してチームの一体感も強くなったことが強くなった理由だと思われます。また新戦力である京田陽太、バウアーといった選手の活躍も大きいですが、何より大きな補強と言われているのが、選手と大型契約を結び、宮崎敏郎、山崎康明、ソト、オースティンをチームに残留させることができたことも大きな要因と言われています。しかし今年のオフもまた FA 宣言をめぐって選手の動向が注目されています。この動画では FA 権を取得する石田健太、今永翔太、戸柱康隆、柴田達弘の4選手が FA 権を行使するかに注目して検証していきます。石田健太の特徴、戦績。1993年3月1日生まれ、30歳。2014年、ドラフト2位、プロ9年目、広島工業高校、法政大学出身。広島工業高校時代は3年春の広島県大会2回戦でノーノーを達成するなど活躍しましたが、その直後に左肩を故障したためプロ野球志望届を提出しませんでした。法政大学へ進学後は2年秋に3勝を挙げてリーグ優勝に貢献。3年春には慶応義塾大学とのリーグ戦で15奪三振と完封勝利。大学4年は左肩の故障が悪化、不本意な1年を過ごすものの、140キロ台後半のストレートを投げる貴重な即戦力左腕として DeNA から2014年ドラフト2位で指名されました。2015年は大学時代の左肩痛が響き、開幕こそ出遅れますが、7月14日の対読売ジャイアンツ戦にて先発投手として1軍デビュー。8月6日の対中日戦では8回1失点9奪三振という内容で1軍初勝利を手にしました。2016年からは先発ローテーション入りを果たし、2017年では開幕投手も務めます。チーム事情からシーズンでは先発と中継ぎと役割を変えながら投球し、適応力の高さも見せました。2023年は再び開幕投手に抜擢され、先発として防御率 2.64 の安定感でしっかりとローテーションを守っています。直球は最速151キロ、カーブ、フォーク、スライダー、チェンジアップ、一通りの変化球を投げます。予視球率や三振率は平均で、フライで打ち取るタイプです。非本塁打が少々多いですが、気にするほどではなく、いわゆるフライボールピッチャーです。石田はすでに FA 権を取得、今期の年俸は6200万円、ランク C なので人的保障がありません。年齢は30歳、今期先発で結果を残したら興味を持つ球団が出るでしょう。石田健太はどこに移籍しそうか。石田は2022年オフの契約交渉で複数年契約を断り、単年契約を希望しました。本人曰く、甘えをなくし危機感を持ってプレーするためと発言していますが、2023年オフに FA 宣言し、自身の評価を確認したいのではないかと囁かれています。 FA 宣言するとなると、移籍する可能性があるチームは広島東洋カープと予想されています。石田は広島県出身で、学生時代はカープファン、そして新井監督は広島工業高校の先輩です。石田はラミレス監督時代に広島と対戦した時、先輩の新井に挨拶に行きました。すると新井は苦しんでいる後輩石田にアドバイスをしてくれたといいます。石田は新井監督を慕っています。しかしカープは FA 戦線に乗り込んだことがありません。新井監督が石田を欲しいと言ったらどうなるのでしょうか。広島は初めて FA 選手を獲得するのでしょうか。巨人は計算できる投手を補強しようとすると見込まれます。巨人は年俸7400万円だった梶谷を年俸2億円4年契約を結んだ過去があります。今年石田が10勝を挙げたら、巨人が年俸1億8000万円の4年契約を提示する可能性があります。
DeNA は実証を挙げた石田にいくらを提示するか。1億3500万円プラス複数年契約でしょうか。その場合、石田が DeNA にこだわりがなければさすがに巨人に移籍するのではないでしょうか。今永翔太の特徴を戦績。1993年9月1日生まれ、29歳。2015年ドラフト1位、プロ8年目、福岡県立北筑高等学校、駒沢大学。北筑高校在学中は春夏ともに甲子園出場なし。3年時の春季福岡県大会1回戦でオリオ愛新高校打線から14三振を奪ったことがきっかけで、NPB 球団のスカウトからの注目を集めました。当時今永を調査していた球団はほぼありませんでしたが、中日ドラゴンズから下位になるけど指名させてほしい旨を伝えられましたが、家族や学校と話し合い駒沢大学へ進学します。大学1年生春の日本大学戦、当時4年生だった戸柱康隆とバッテリーを組みました。ど真ん中にまっすぐのサインしか出してくれなかった。1年春の時はオールまっすぐでしたと今永。1年秋に今永が痩せてしまった時、戸柱は今永を夜にコンビニに連れて行き、好きなものを好きなだけ買えとご馳走してくれました。今永は2年からエース格として活躍。2015年には大学ナンバーワンの左腕投手と評価され、 DeNA からドラフト1位指名されました。その時の4位が NTT 西日本に進んでいた戸柱でした。2016年3月29日対巨人戦、先発投手として公式戦にデビュー。22試合8勝9敗、防御率 2.93 の好成績を記録します。スリークォーターからの伸びのあるストレート、スライダー、チェンジアップなどを投げ分け、2022年までのシーズン7年間で3度の2桁勝利、通算防御率は 3.24。 2023年7月7日巨人戦、岡本に一発を浴びたものの15奪三振1失点、圧巻の投球で5勝目。 WBC 出場で開幕が遅れても5勝していて実勝が見えています。投球数も毎試合100球を超え、先発完投型で完投も2つ。ヒーローインタビューの際の特徴的な言い回しや野球に対する取り組みに、ファンからは投げる哲学者と呼ばれています。今永はメジャーに移籍しそうか。メジャー移籍なら年俸はいくらになる。2021年オフにメジャーに興味あることを球団に告げており、2022年からは単年契約、今年5月に国内 FA 権を取得。ポスティングによるメジャーへの挑戦の可能性が高いと思われます。今永がいくらでメジャー移籍するのか気になりますよね。今永の契約金と年俸を予想してみましょう。日本人 MLB 選手の年俸を見ていきます。メッツに移籍した千賀滉大の契約内容は5年総額7500万ドル、約105億円。契約金500万ドル、約7億円。年俸1400万ドル、約19億6000万円。ブルージェイズ菊池雄星は2022シーズンから3年総額3600万ドル、約41億4000万円。22年が年俸1600万ドル、約18億4000万円。23、24年はそれぞれ年俸1000万ドル、約11億5000万円。アスレチックス藤浪晋太郎は年俸4億円超えの1年契約。レッドソックス吉田正尚は5年契約、総額9000万ドル、約126億円。23年は1500万ドル、約21億円。24から27年は年俸1800万ドル、約25億2000万円。出来高払いとオプトアウトなし。2023年12勝3敗、防御率 2.50 と仮定します。昨年も11勝4敗、防御率 2.26 の好成績。今永はブルージェイズ菊池雄星よりも実績はありませんが、千賀が3年計算で年俸60億円ほどであること、日本人投手の評価が上がっていることを加味すると、来年31歳の今永は。
3年総額$40,000,000、56億円、契約金$500,000,000、約7億円、年俸$1,200,000,000、16億8000万円ではないでしょうか。小柱康隆の特徴戦績。33歳、2015年ドラフト4位、プロ8年目、鹿屋中央高校、駒沢大学、NTT 西日本。高校時代までは内野手、主にサード、捕手に転向したのは大学1年時からです。学生時代には全国大会と無縁でした。NTT 西日本入社当初は控え捕手でしたが、2年目から正捕手。第40回社会人野球日本選手権大会に出場し、チームを準々決勝に導く活躍から、同年の社会人ベストナインを受賞。2015年、正捕手がなかなか定まらなかった DeNA がドラフト4巡目で戸柱を指名しました。2016年、プロ1年目は開幕から1軍登録。3月25日には広島東洋カープとの開幕戦で8番捕手でスタメンに起用。レギュラーシーズン全体では1軍公式戦124試合に出場。スタメンマスクはチーム捕手陣最多の110試合出場し、戸柱は事実上の正捕手として起用されました。その後、2018年まで3年連続開幕マスクを務めますが、オリックスからトレードで伊藤光が移籍してきたことや打撃不振が響いていき、正捕手争いから徐々に後退していきます。しかし正捕手の固定がうまくいかない DeNA では、100試合を切ってもチームの捕手最多の出場試合数を毎年のように記録し、ベテランの風格があるとも評されてきました。2023年は1軍は捕手3人体制のため、出場試合数は分散されていますが、44試合130打席で打率2割4分2厘4本塁打です。7月7日巨人戦では今永を勝利に導くリードと戸柱自身の決勝本塁打で効率よく2対1で勝利しました。戸柱康隆はどこに移籍しそうか。今年 FA 資格を取得する戸柱ですが、パンチ力ある打撃と経験豊富なリードと守備力、さらに年俸4000万円の C ランクであることから争奪戦になるのではないかと言われています。 DeNA はもちろん引き止めに行くと思われますが、若手の山本雄大や松尾志音がいるため、無理にマネーゲームはしないと思われます。来年以降、山本雄大と松尾志音が優先起用されることは分かっています。2人の穴をベテランの戸柱伊藤光が埋めることになります。来年戸柱は34歳、今の坂本隼人、ギータの2つ年下でもう一花咲かせられる年齢ですから、新天地で出場機会を求めるか、アイラブ横浜精神で慣れ親しんだ横浜で頑張るか、考えどころでしょう。移籍するチームを予想するならば、京田陽太とトレード目前と噂された中日が候補に挙げられます。木下が骨折で戦列を離れている現在ですが、木下が戦列に戻った場合の2番手捕手を中日は求めています。ただこちらも巨人小林誠司のトレードを模索した過去があるなど流動的です。2番手捕手を獲得したら戸柱の獲得はないでしょう。いずれにしても経験の部分を買われ、セリーグのライバルチームが名乗り出てくる可能性が高いと思われます。 DeNA のカラーに合った明るいキャラクターも魅力的ですので、ファンとしては残留してほしい気持ちでしょう。柴田達弘の特徴戦績。柴田達弘、1993年12月16日生まれ、29歳、2015年ドラフト3位、プロ8年目、岡山理科大学附属高校、国学院大学。柴田は岡山理大附属校に進学。1年生の秋からレギュラーになりましたが、甲子園には出場することはできませんでした。国学院大学に進学後は2年生の秋からショートレギュラー。3年生以降は21歳以下の日本代表に選ばれています。 DeNA の吉田編成部長からは、守備範囲も広いし、取ってからが早い、吉田芳雄さんに近い、吉田さんはバッティングも良かったからそこは練習してほしいねと評価され、2015年ドラフト3位で指名されました。
2016年は開幕を1軍で迎え、3月25日の開幕戦である広島戦ではプロ初打席で決勝タイムリーを放ち、ファンにインパクトを残しました。レギュラー定着は難しかったものの、巧みなグラブさばきは同じ二遊間のポジションを守る源田壮亮、京大陽太にも参考にされるほどであり、ユーティリティプレイヤーとしてチームに重宝されます。その一方で打撃は課題を残すシーズンが多いのが現状です。柴田辰弘は FA 権を行使するか、どこに移籍しそうか。柴田は2023年現在打撃不振に苦しみ、結果を残せていません。また内野手は京田や大和、若手の森圭人や林拓磨の台頭もあり、 FA どころかトレード要因や戦力外の影も見えている状態と思われます。セカンド、ショート、サードと広く守れることや選球眼の良さといった魅力はありますが、他のチームが積極的に獲得に乗り出す可能性は低いと感じます。どのチームも内野を守れるけど打撃が非力な選手はすでにいますからね。打撃不振から脱出し、まずはチームに生き残る活躍を見せてほしいと思います。 DeNA コンオフ FA 移籍のまとめ。今回の動画はいかがでしたでしょうか。今永のポスティング移籍は間違いなさそうですね。契約金と年俸が一体いくらになるのか、どこの MLB チームが今永を取るのかがものすごく気になります。石田がどうなるか、球団がどれほどの評価をするかが鍵になりそうです。ラミレス監督時代、便利屋的に使われていて、三浦監督が気を使っているように見えますが、気になります。戸柱もコンオフは集大成の契約になりそうですね。中日は宇佐美捕手を獲得しました。木下不在の今、宇佐美が起用されています。宇佐美も強打のタイプで戸柱と被りますが、どうでしょうか。皆さんのお考えやご意見がありましたらコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったらいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。